今日もですね、このスマホを使ったですね、撮影テクニックをね、皆さんにお教えしたいと思いますよ。はい。よくですね、証明写真というか、こう人物写真を撮るときにですね、私みたいに年齢が重なってくるとですね、このまぶたがですね、こう下の方にね、こういうふうな目になっちゃうんですね。こういう下を見てしまう。まぶたが落ちてきますんでね。なので、カメラをですね、こういうふうに少しこう構えてるときに、こうちょっと一つぐらい、ちょっと高めにしてですね、撮ってあげる。ね、撮られる人もこの辺を見るようにですね、このレンズのとこを見るんじゃなくて、この上あたりをですね、ちょっとこう見てみると、目線的にまぶたがちょっとこう上に上がりますんでね、こういうふうに映るよりも、こういうふうに見た方が目がパッチリ見えるようになりますんでね、ぜひ試してみてください。